さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが許せよ。出発するか。そういや、シドとシドニーが船の修理でカエムに来てるそうだ。それはありがたいな。ああ、ジャレットの手配だってよ。そっか、さすがだね。帝国軍がまた基地を飛ばしてたぞ。ゆっくり見てってよ。毎度あり。毎度あり。またよろしく。ああ、で、しといたよ。悪いな。そろそろ行く。そろそろ行く。さあ、出発だね。よし、出るか。了解。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね、兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。
だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。イグニス、運転ありがとう。いや、他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。運転ができるやつはいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよ。うん、でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。休憩しなくていいか？平気。真ん中疲れるでしょ。ブロンプトと変わっていいぞ。ううん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。また来やがったか。一旦止めよう。ノクト、大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度あの騎士の近くで作戦を練ろう。とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえな。補給地点にするつもりだろう。叩いて損はない。前に来たやつと同じ？外観は同じだが。一度潰してんだ、前より警戒してんだろうよ。望むところだ。
イグニス、止めてくれ。わかった。気分転換にはなるな。帝国の宰相とはどうも縁が切れないな。やたら合うね。そろそろうざいわ。片付けてやる。行こうぜ。おう。ほら。うそ。まあ。はい、あっ、はい、やるじゃねえか。降ってきた。なんだよ。多少濡れんのは仕方ねえな。子供の頃に帰った気分。喜べねえけど。あ、で次の作戦は。帝国軍の巡哨を捕らえよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか。帝国兵捕獲作戦開始。まったく、これだから傭兵上がりは。連絡はまだつかないと。困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。
宰相もどういうつもりなんだか。アラネア巡将に私を監視でもさせてるのか。私と彼女を引き合わせてね。彼に言わせれば人間的に信頼できると。まあ同兵なんぞを推進しておいてよ。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいました。あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリオが王子を見つけ出さねばね。無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが、あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリゴが王子を見つけ出さねばね。もう一度アラネア巡将に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし巡将が来たら奥へ通して。
今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておくが殺すな。よくやった。この調子で行こう。作戦開始の合図だ。ノクト、二人と合流しろ。俺はカリブを移送する。よし、派手にやるか。そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんは？メルダ省の人間に引き渡したんだが、逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。見せどころだ。
もう終業。悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんないし。次また遊びましょう、かわいい王子様。はあ、何だったんだあいつ。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。おかえり。やっつけたんだよね。まあな。心配はいらねえよ。後でみんなの部屋寄ってもいいかな。
すごい。アラネアか。あ、これ私の写真だね。いい感じでしょ。うん、これは将来はプロカメラマン。いい朝だな。ああ、